アドリアン・ブラウエルはフランドルの画家で17世紀のフランドルとオランダで活動した。アウデナールデで,でアドリアン・デ・ブラウエルの名で生まれたとされる。画家フランスハルスの門弟になるためアントウェル・ペンを経由しハールレムへ向かった。同時期のハルスの門弟にはアドリアン・ファン・オスターデがいた。彼は演劇や試作の活動をした。 1631年までハールレムとアムステルダムに滞在し、スペイン領だった南ネーデルラントのアントウェルペニへ戻った。そこで1631年から翌年までセールカ組合に加入し、劇作協会にも加わった。ブラウエルはフランドルとオランダの居酒屋で時を過ごしたと言われている。彼の作品はその典型として、 詳しく描き込まれておりまた小さく人間の感情を探るための手段として乱チキ騒ぎ、酔っ払い、愚かさを五感に基づく痛みと恐怖とに反応することや、それを表に表すことを描いている。苦い薬はそのような反応を描いた作品であり、味覚を描いている。彼の作品は非常に好まれ、元作までもが生前に出回っていたという。ピーテル・パウル・ルーベンスや、 レンブラント・ファンレインも、ブラウエルの作品数点を所有していた。それにもかかわらず、ブラウエルは、生涯を通して、金銭上のトラブルが絶えなかった。アントウェルペンにて32歳で死去した。はじめ平民墓地に埋葬されたが、組合委員の強査により、1638年2月1日、カルメル会派協会に再度埋葬された。ありがとうございます。